皆さんどうもご機嫌いかがでございましょうか。つづりでございます。エコーナイトシャープ2眠りの支配者パート3、続きをプレイしていきたいと思います。はい、前回また亡霊の正体を追うつもりがいろんな事件に巻き込まれてしまい、いろんな人々を焦点させてきた主人公ですが、今度こそ、亡霊の正体を確かめるために話を進めていきたいと思います。中庭西へやってまいりました。ここは早く調べたいと思います。わー、追ってきたー。怖いよ、犬連れて。わーわーわー、やめて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 、やめろ。あー、わー、よし。おっと、あ、生前の女の子ですね。え、待って、ねえ、犬を見なかった？ティーノっていうの。これくらいの大きさで、これと同じペンダントを首につけてるんだけど、どこ行っちゃったんだろう。雨降ってきたのに。また何か見つけたのかな。あの子何でも加えちゃうから。見えているワイン倉庫へ行きます。下へ行きます。跳ね橋のスイッチを操作していきます。なかなか難しいです。で、こちらの跳ね橋のスイッチも操作します。あら、犬の後ろへ回ります。どうだったかな。と攻略サイト様のお世話になりたいと思います。犬を調べてスパナを入手します。
エスパナを取りますか？はい。で、バナを使うそうです。来ましたね。可愛いですね。で、レバーを引きます。ワールの首飾りを手に入れた。何があったんでしょうか。ディーノ、ずっと帰ってきましたね。いいの、一緒に行こう。おっと、何でしょうか。馬頭のフック、すいません、間違ってた。馬頭のフックを取りますか。使用人控え室へやってまいりました。
れた薬草を取りますか。はい。ああ、英語で書いてあります。ちょっとわからないですね。おっと、隠し扉。いや。わからない。日記です。ジョジョの日記を取りますか。はい。私は、合っている。湖南に跡が教会わなんだ、この音は。ちょっと待って。止まりですね。どうだったかな。なんだ。夜明けの鐘を鳴らす女神。誰だ。そっちには魔物がいる。この扉を開けるわけにはいかん。朝が来れば奴らはいなくなる。それまではダメだ。ポイ室。やめて。だね。
おい、そこの君、ちょっと来てくれよ。嫌な予感。ちょうどよかった。見てほしいものがあるんだ。ついてきてくれないか。嫌だな。嫌な予感がする。しかここは。あの、鳩場所。不用心だからね。ちゃんと鍵をかけないと怒られちゃうんだ。この中に船があるんだけど、シャッターが開かないんだ。君、なんとかできないかな。あった。クランクをはめ込むための穴がついている。これでなんとか。東岸の研究所にお越しの際には事前に私までご連絡ください。R&C 考古学研究所所長ブリジット・マジョレル。ランプを触ってみます。触るなよ。火が消えちゃったらどうするんだ。ああ、いや、そのとにかくこれは僕のだからな。そうだ、僕仕事があるんだった。そろそろ行かなくちゃ。今鍵閉められましたよね。うわあ、この人は最初お亡くなりになった方では。どうやって調べる？なぜここに彼の死体が。え？せっかく奥まで出て捨ててきた。こうなっちゃしょうがないか。本当はこいつで背後からダスンってやるはずだったんだ。屋敷はいつもきれいにしておけってアルバート様に言われ。すいません、なんか知らないやつは入れちゃダメだって。ジェシカ様を守るためだって。待って。おーい、どこ行くんだよ。追ってきた。え、どこに逃げればいいの？
逃げちゃダメだよ。怒られるのは僕なんだから。洗剤のようなものが入っているらしい。ここまで追ってこないのかな。灯油が入った大きなタンクだ。パイプで給油装置につながっている。かな。あ、鳥を取りますか。はい。外にいるのかな。出ます。庭園管理室なんかあります。ノート、庭園のノートを取りますか。はい。庭園のノートを読む。スプリンクラーの操作について。まずはじめに管理人室に設置された発電機にガソリンを補給し、前面下部の電源スイッチを入れてください。もしガソリンが入ってなかったら給油室から取ってくる。次に温室外に設置されている給水パイプのバルブを開放してください。開けるときは右回しで、閉めるときは左回し。最後にビニールハウス内に設置されたスプリンクラーのスイッチを入れてください。中にずっといるとつぶれ根になるから気をつける。これですね。よいしょ。いいのかな。なんかあります。薬草の種取りますか。はい。 OK かな。
追ってきてるかな、来てるかな、わーわーわお、逃げましたよかった長かったおっと、なんか落としていったぞ。クランクを取りに行くか。薬草の種を植えることができます。日記帳、カレン・クランシー。不思議な部屋を見つけた。大発見だ。こんなところに部屋があるなんて今までちっとも知らなかった。きっとアルバートお兄様だってこのことは知らないだろう。私だけの秘密の部屋だ。ディーノにだけはこっそり教えてあげよう。私の一番の友達だから。アルバートお兄様は今日も忙しそうにしている。中庭で遊んでいただけなのに、うるさいと叱られた。お兄様は私のことがあまり好きじゃないんだ。私の友達はディーノだけだ。今日もお兄様に叱られた。お兄様はもう大人だし、この館の主だ。私に構っている暇なんてないんだろう。ジェシカお姉様の病気が良くならないせいかもしれない。今日もお医者様が来ていた。お姉様の病気はそんなに悪いのだろうか。お兄様の様子がおかしい。お姉様の部屋には誰も入れてもらえなくなった。そういえばこの頃、お医者様が来なくなった。もう何日もお兄様は西の部屋にこもりきりだ。たまに外に出たと思ったら、表の鳩場から湖に出ていく。東の遺跡に行っているらしい。一体何をしているのだろう。最近、屋敷のあちこちで幽霊が出るという話を聞いた。気味の悪い話。一人でいるのは怖いから、明日はずっとディーノと一緒にいよう。そうですね。そこに、なんか体力が。これは、クリスティーナのハンカチだ。おっと。クリスティーナ・コリンズ。あ、この病室ですね。病院ですからね。静かにしてくださいよ。あれ、来てくれたんだ。簡単な検査入院なんだから、
そんなに心配しなくてもいいのに。大丈夫。ちょっと無理しちゃって体調崩しただけよ。私、小さい頃から体は丈夫だったし。あ、もっとずっと小さい頃は、わからないけどね。じゃあ、そこまで競争よ。あ、ずるい。ちょっと待ってよ。私、幼い頃の記憶はないけど、一つだけ思い出せることがあるの。私と同じぐらいの女の子。とっても仲良しで、毎日一緒に遊んでた、と思う。私って、どこの誰なのかしらね。ハンカチを手に入れた。わー、血に染まってますね。どこへ向かいますか？東の鳩場までやってまいりました。セーブがしたいところですが。はて、見かけぬ顔じゃな。お前さん、すまんが、ちょっと頼まれてはくれんか。向こうにある研究所から釣り竿を持ってきてほしいんじゃ。いつもあそこの連中に竿を借りるんじゃが、昨日行ってみたら何やら魔物が出おった。ベスト必死で振りほどかなけりゃ殺されるところじゃった。はい、それでは時間の区切りも良いところなので、この辺で終了にしたいと思います。ご視聴どうもありがとうございました。失礼いたしまーす。